辺の畑はみんなただで借りられます。近所のやつと友達になるの。そしたら空いてる畑いっぱいあるから絶対ただで貸してくれる。これを見た都会の貧乏な人が俺も田舎に行こうって思ってこの辺に引っ越してきたらいいね。じゃあ俺と一緒に畑をやろう。そしたら俺が楽になる。自分では何もしないでそいつに作らしちゃう。こんにちは。俺んちです。アンダードッグの会社と家が一緒なんだけどここです。ちょっと汚いんだけどね。ひよこが生まれて今全部で多分15羽ぐらい。鶏は放し飼いにしてもねどこにも行っちゃったりしないから頭のいい動物だ。俺に食べられちゃうんだけど大きくなったら。これでしばらく肉買わないで生きていけそうだな。これ見て、酒井前に住んでた人の表札もう5年ぐらい住んでんだけどまだ酒井さんのままです。はい、家です。ここが最近綺麗になったテレビの部屋です。いろんな人がいろんな絵をくれる。野坂さんにもらったあのインディペンデントの絵とかね、ディランっていうねあのコーダのやつが前に来た時に描いてくれた庭の絵とかね、あれすごいよ。30分ぐらいでそれ描いちゃった。あとこれねユーマックがサダムに頼んで描いてくれた。最近もなんかね頑張ってやってるね。なんかねすごいのあるよ。インディペンデントのバット、これね、インディペンデントトラックを作ったファウスト・ビテロっていう、もう死んじゃったんだけどね、スラッシャーマガジンの前の社長さん、始めた人に昔もらったインディペンデントのバット。これとかも超かっこいいよ。ローラーブレーダーにキューブ投げちゃう。本当は差別は良くないけど、ローラーブレーダークソくらい。で、家の中はまあこんなもんか。で、あとあっちの小屋でも行く？ここがスケボーとかねいろいろ入れてるところ。ビール、 T シャツ、帽子、ビール。なんでね自分で始めることになったかっていうと、初めはただ単に前勤めてた会社の社長と喧嘩して辞めちゃったんだけど、で辞めて何しようかなと思ったんだけど、俺ずっとこの仕事しかしてないからね、23歳から39までずっとアドバンスで働いてたから他に何も知らない。知ってることで生きた方が早いからこれをやるしかない。で今までね付き合いのあったアメリカ人に連絡して、彼あのアドバンスやめたけど俺自分でやるから一緒にやりますかっていう声かけて、でやりますって言って俺にこうついてきてくれた人たちがこの人たちと、あと何個かまた新しいのがね加わったりしてやってるね。目的なんだろうな、その明確なゴールみたいのじゃないんだけど、まあとにかくスケボーを自分がいっぱいできることと、友達がいっぱいできる環境、自分も友達も、あとはね全く赤の他人の直接関係のないお客さんみたいなそのスケーターたちがいっぱいスケボーを楽しくできる環境みたいのをずっとなんだろう、キープしていくのと、ただキープして同じ状態じゃなくてもっとより面白いスケボーする環境とか、そのなんだろう、文化的に面白いものだったり、そういうのがスケーターの生活の中にいっぱいもっともっと大きくなって、あのスケボーをしてて本当に人生が良くなるっていうかね。もしスケボーしてなかったら本当多分どうしようもない人生になってた可能性がめちゃくちゃ高い。
まあ、いつ死んでもいいっていうのはもうおかしいけど、すぐには死にたくないけど、あの例えば今日今から死にますってなっても、まあいい人生だったと言える。白旗公園ですよ。もう何もないけど、こんなになっちゃったあれがあのボルケーノの残り、座るのにはちょうどいい高さ。ここに白旗公園があったんだけど、3年前に壊された。近所のやつらが苦情を出してるって言ってたんだけど、でも実際は近所のやつらも別に苦情とか大して出してなかったんだけど、議会っていうのがあるんだね。そのさ、町の議員たちが集まっていろんなこと決める議会っていうのがあるんだけど、それでここを壊そうっていうやつらが多数決で多かった。でいろいろ市役所にね掛け合ったり署名も集めてみたりしたんだけど、その議会のなんていうんだ決定が覆らなくて壊された。前はねここは全部コンクリートで、そっちがボールみたいになってて、下も全部コンクリートだったんだけど、コンクリート剥がして土で埋めちゃった。埋めて芝生もこんな中途半端でなんか汚ねえ公園だった。でこれ壊される前にスケートパークだった頃はスケーターもいっぱいいて、近所の子供もスケボーじゃなくてもこのパークの中でみんな遊んでたんだ。だけど壊されて粉になっちゃって、今見てみろ、誰も遊んでない。だから市は間違った決断を下してしまった。残念、もう戻らないけど、こういうクソなこともある。こういうクソなことがあったおかげで、俺たちはよりアクシスとかにもっと作ろうってなっていっぱい作ったの。